こんにちは、すぎです。キャンプは不便を楽しむものとよく言いますが、今回は不便を楽しもうと思っている方にぴったりの道具の紹介になります。見てもらえばわかるんですが、スノーピークの焚き火台にそっくりなキャンピングムーンの焚き火台です。購入から2年ほどになるんですが、今回はこの焚き火台のおすすめなところを3つ紹介していきますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。まず先にデメリットからですが、小さすぎることと重いことです。サイズがかなり小さいので、普通に売っている薪だと収まりません。なので、薪を短くカットするのが面倒です。サイズの割に重いので、バックパックや自転車用に考えている人には向いてないと思います。では、この焚き火台のおすすめなところですが、一つ目。小さい。先ほど小さすぎるのはデメリットだと言いましたが、その代わり、テーブルの上に置いて焚き火をするのにはちょうどいいサイズです。冒頭お酒を飲みながら、火の世話をしたい人には楽しい焚き火台だと思います。二つ目。頑丈。付属のトレーはペラペラですが、重いだけあってスノーピークの焚き火台並みにがっしりしてます。実際に何度も使った後でも動きはスムーズですね。3つ目、安い。スノーピークの焚き火台をフルセットで買おうとすると M サイズでも3万円以上しますが、こちらの焚き火台は小さいということもあるんですが、10分の1ぐらいの値段で買えますのでかなりお得です。収納袋が石油臭かったんですが、まあこの値段ですし僕は気にならなかったです。この焚き火台の詳細については動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。以上になりますが、このチャンネルでは短い時間で役に立つ情報をお届けしますので、少しでも役に立ったと思った方は今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。